こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2021年の10月2日を6時間過ぎてしまいましたけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は、250円、お帰りということで255円まで来ましたね。はい、ここでは 2% 上がっているということになってますけど、15分足はガーンと上がってきてます。夜8時から、今未明にかけてこうね、まあ一旦上がって少し落ち着いて、まあこれはもう一回上がりそうな雰囲気ですよね。ちょっとね、一旦上がったので一服で、そうしたらもう一回上がるという感じだと思います。はい、4時間足にすると、一旦270円から落ちてきて、ここでまあ2点底っていうんですかね、そんな感じで今上がってきてるということで、255円ははい、ちょっと長く見るとこんな感じなので、ちょうどここら辺のレジサポラインですね、250円台のところが大きい、レジスタンスとなりうるので、ちょっとここら辺まで届くかっていうと、なかなかちょっとそこは勢いが必要なんじゃないかなっていう感じがしますね。はい、まあ、260円あたりを超えてくれるとね、またこのここら辺のゾーンに入ってくるので、そうするとね、また伸びしろが結構、あるんじゃないかなと思います。じゃあ、ツイッターを見ていきたいと思います。あ、その前にですね、ちょっとこのバナーに入ってたので、ご紹介するんですけど、ここに AI 業務自動化展っていうのがあって、これ、ブロックチェーンエキスポと同じなんですね。10月27から29ということで、ここをちょっとクリックすると、こうやって、ブロックチェーンエキスポと AI 量子コンピューターっていうのが、まあ、一緒にやってるんですけど、それ以外にも、隣のブースというかホールで、こうやってやってるんですね。 IoT、まあ、ここら辺は似たようなものなんですけど、ここら辺在宅リモートワーク支援とかね、はい、クラウド業務改革とか、ということで、ちょっとね、ちょっと、まあ、コンピュータ関係ではあるものの、ちょっと雰囲気の違う、展示会もやってます。はい、でこっち来ると AI 業務自動化展ということで、どっちかというとより実務に近いやつですよね。はい、で下の方を見るとね、こう小さいんだけど3ホール4ホール5ホール6ホールって書いてあるので、こっちの右側、今白紙なんだけど、こっち側に、ブロックチェーンエキスポが、やってる場所になるので、ね、はい、おそらくこの入り口って書いてあるので、この通路をね、ずっとこれどっから入るか分からないですけど、ここに来て、ブロックチェーンエキスポに入っていただくという感じになると思いますので、よろしくお願いします。はい、BTBF さんです。18時開催です、ぜひお集まりくださいということで、もう終わったんですけど、2日の18時からカタリストファンドロック提案者によるプレゼンが、開催されますと、アイデアフェストということで、まあ世界中でこれをやってるんでしょうね。5分間のプレゼント、10分間の Q&A、 カタリスト日本人の方が多数提案されてますので、ぜひ多くの方に参加いただけると幸いですということで、私も参加したんですけど、これいろんな国の人が入ってくるんだけど、まあ、実際話するのは言葉の壁があるので、国ごとのチームに分かれて、活動するということで、その中でカタリストの紹介をしていくということでやってました。で、BTB さんが報告されて、で私も報告して、私は、ブロックチェーンエキスポの件なんですけど提案しているので、説明して、で、ちょっと質疑応答みたいな感じですね。で、これが終わると投票に移るということです。はい、こちら二郎さんも体の発展のためにお参加します、参加しましょうということですね。聞くだけでもちろん構わないので、ぜひ、入っていただけるといいかなと思います。ね、何ぐらいいたかな、日本だけだと40人ぐらいかな。はい、全部で72人ぐらいだったような気がしますけどね。はい、で投票なんですけど、有権者登録からちょっとステップをね、だんだんいるんですけど、ここにありますように10月の7日ですね、はい、にビギンということで始まると、で、投票がということですね。で時間は7時58分午後と、これは日本時間なのかな、違いますね、きっとおそらくね。まあいずれにしても10月の7日から、登録が終わると投票が、どこだ、投票ここね、ボーティングって書いてあるんで、投票が10月7日からということなのでね、はい、それまでに
何をするかというと、はい、有権者登録の時に出てきた QR コードを拾うということですね。そうすると、こちらのページに、移って、で、まあ、ここまで押してないんだけど、ここを押すと、さらに進むのかなということで、登録の手続きができるようになってますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ何に提案するかということでいくと、これ、ゆうたさんのテレグラムをちょっと拝見してるんですけど、日本系統、日本人が関わってる、提案している17の、提案がありますよということで出してくれてます。こちら番号ついてるんですけど、いっささんと、若手日本人提案者を4ヶ月以内に20人増加ということで、この方大学生なので、特にね、若い方たちにどんどん広めていくということですよね。はい、で、ランケットさんは、出版、カタリスト支援ということで、まあ、カタリストとか体の全般に関して出版していくということです。で、SPO コミュニティマネジメントということで、BTBF さんですね。はい、これは、まあ、私もお世話になってるんですけど、まあ、SPO ギルドということで SPO がね、レベルアップあるいは SPO に入門するための環境っていうのをすごい整えてくれてて、それを充実させるということですよね。はい、でこれ、あ、これ私でエキスポ出展ですのでね、はい、こちらをぜひお願いします。で、あとチャールさんの講演ですねの登録もまたお願いしますね。で、キッタムさん、これは吉野川市で、本当に、ね、体のアフリカじゃなくて日本にね、いろいろどんどん導入していくということで、まあ、どれから、どこから入っていくのか分かりますけど、とにかくね、市が絡んでるので、いろんな、応用があるんじゃないかなと思いますね。はい、で、こちらは IoT ですね、はい。こちらも本当にプロフェッショナルな方のプレゼンで、ちょっとついていけないんですけど、本当にまあこういうのが、進んでいくとね、日本の工場とか、いろんな産業に入ってて、すごいことになってくるんじゃないかなと思います。で、まだあって、クニさん、これは地方自治体にあたらをまず牛肉という方でね、ちょっと関東地方でもう地方自治体とね、ガチガチ交渉しているということでございます。すごいですよね。はい、で、ソフィーさん、ラケットさん、イースさん、ファンド7、ですね、これから先の、案件についてもう予算を取っておくということですね。で、こちらは、DC スパック、DC 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 スパックということで、DC スパックはね、もう体の DC スパックは、まあ、エマゴとか、IOG とかの経験者の、もう、本当のそこの一流の方々がね、集まって体の方、知ってる方が、本当に最先端の開発をしていくということで、もう本当に体 の応用のためにね、まあ、一番わかりやすい、買ったのが、まあ、イーサリアムで、動いているプログラムをそのままね、体の、ね、すぐできるようにするということで、まあ、ここら辺がそうなんですよね。イーサリアム開発者の体のでオラクル開発を便利にということで、とにかくイーサリアムからこっちにね、こっちっていうか体のに流れが来るように非常に、いいソフトというかね、開発をしていて、まあ、チャールさんも、ね、ここに期待してるんだってよく口にするので、本当ここはね、応援してほしいと思います。はい、ゆうたさんのその解説がついてますね。9から12は DC スパークさんの系統のものであり、チャールさんに私の体のでの最大の失敗は鎧のような俺ともっと早く開発しなかったことだと言わせてしまうぐらい先見の目を持って鎧を開発されたセバチアンさんや、テストネットや投票システムの基礎となったシステムを作ったニコラスさんなど、多くの今後や IOG の力強いメンバーで構成されています。この4つについてランケットさんによりスライドで詳しく動画で説明されていますので、動画を参照いただけたらと思いますが、この4つは全く独立のものではなく相互に関連していて、非常に安易な単純化をすると、イーサリアムや他のチェーンとの総合運用性を高め、他のプロジェクトですでに開発されたものを体の上持ってきやすくし、体のを効率的に魅力的なものにしていこうというもので、それを実現するために必要な4つの要素について各々提案されています。これも評判の悪い例え方で申し訳ありませんが、体の2は体の回転寿司屋には現在アプリお寿司がありませんが、他にイーサリアム、手巻き寿司屋さん、おむすび屋さんに似た店舗が大量に存在しています。このおにぎりを作るマシンやマニュアルを簡単に、体のお寿司作成のツールやマニュアルに転用できれば効率的です。上のやつはまさに、体のが必要としているソリューションと言えるでしょうと。今一つね取り下げたということです。ちょっと体の全体の、進捗と合わせて考えると、ちょっと今が妥当ではないということで、一つは、延期するということで取りやめて、今 DC スパックから3つ出てるということですのでね、はい、
でまだありますね。東半球ミートアップ、カタリストの翻訳パイプラインの作成、東半球ミートアップアジア向けの信頼できる投資者を助ける情報源の提供、こちらもカタリストの参加を助けるタウンホール活動の維持、ベトナム等でイベントカタリスト店を増やす、こちらはアジア人向けの予算をファンドの中において確保するテーマを用意と、はい、いうことで、こちらはちょっと漠然としてる感じがしますけど、ミートアップチームが動かしているということでね、とにかく全体を盛り上げようと、この活動を盛り上げようという感じのものですね。はい、ということで、ちょっとステップをね、もうちょっと順番に見せればよかったんですけど、特にとにかくこの10月7日と、こちらの携帯のね、あのカタリストの登録画面には出てますので、そうなったら、まあいろいろ紹介しましたけど、エキスポの案件、日本人の案件をね、どんどん投票していただければ、いいかなと。あのこの投票してあのエイダがね少しあのもらえるということだけではなくて、そのままカルダナのこれからの、継続というか維持のためにもね、なるので、ぜひお願いします。はい、では値段に戻りまして、256.05円ですね。はい、14,012.9×256.05 で元本が10万円ですので、計算しますと348万8,003円のプラスということになりまして、はい、3,488% のプラスということになりました。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。